伊笠鉄道神鍋線は、かつて、岡山県茨市の茨城駅と、広島県深谷須郡神鍋町の神戸駅を結んでいた、伊笠鉄道の鉄道路線である。本項目では前身である伊笠鉄道高谷線及び、両備内京弁鉄道高谷線、両備内鉄道高谷線、神高鉄道線についても、合わせて記述する。岡山県西部の西国道沿いに位置し、 防災業の盛んであった茨城と東海道の宿場が置かれ双子島などで知られた企業地でもあった高谷町は、四月群の中でも有数のというであった。両町は、西国街道を使用する物流ネットワークの関係で、江戸時代より隣接する広島県の福山市や神奈辺町との商業的な結びつきが強く、笠岡と茨を結び笠鉄道本線が開業した大正初期には、 防石業の流星もあって、これらの市町村を結ぶ鉄道の建設が求められるようになっていた。このエリアに最初に鉄道建設を計画したのは、主に福山をはじめとする広島県側の資本によって設立された両備え軽弁鉄道であった。両備え軽弁鉄道は、両備え、つまり路線が備中国と貧庫国にまたがることを示す社名が物語る通り、 当初は、広島県東端の城下町である福山と、岡山県側の高屋を結ぶ路線の建設を機として、創設された企業である。同社は1910年4月21日に、交付された軽便鉄道法に基づいて、福山神戸高屋と、神戸府中長官の2 0区の付設免許を1911年に、出願、同年8月に免許を交付され、1913年より、 建設工事を開始した。しかし、資金難などの事情から神戸高谷館を後回しにして、後に本線となる福山。残る神戸高谷館の工事については、本線の開業後しばらく業績が低迷したこともあって着工しないまま延期され、ついには工事未着工により一旦は免許執行という事態に陥ってしまう。だが、いばら、高谷から神戸を経由して、 福山へ向かう、旅客、貨物の輸送需要は少なからず存在しており、両備え軽便鉄道は1918年7月13日にサイド道区間の免許を取得、様々な事情で工事は大幅に遅れたものの、1922年4月9日、高谷線として、神戸高谷間7 8トルをようやく開業した。両備え軽便鉄道による高屋線の建設工事が、 進捗し、完成の目処が立った頃、同社と、笠岡茨間の鉄道建設を行っていた伊笠鉄道の2社の間で、両社線を結ぶ高谷茨館 4.0km の鉄道敷設免許が、整理願いとなった。この区間の免許については、最終的に申請受付が1日早かったこと、伊笠鉄道が、当該区間を経営しても利益があるのに対し、 両備え軽弁鉄道が経営すると、伊香沙鉄道には不利益が生じること、それに、沿線集落の物流が笠岡と強く結びついていることなどを理由として、伊香沙鉄道に交付され、両備え軽弁鉄道の申請は却下された。各して1923年4月20日に免許を得た伊香沙鉄道は、資金難から多少の後期の遅れはあったものの、1925年2月7日に、 茨バ高屋間4 0キロメートルの営業を開始した。なお、小高和と京が丸山に挟まれて南東から北西に向けて細長く伸びる茨の町の地形的な制約から先行して市街の中心部に設置された伊笠鉄道茨駅は南北方向の東端式ホーム配置となっており、神戸線もここを起点として本線と並走後、これと分かれて 西の神戸方面へ向かう線形としたため、神戸方面からやってきた神戸線の列車は、茨に停車せず本線の笠岡方面へ向かうことは、できなかった。また、乗客も貨物も、神戸笠岡間あるいは神戸屋影間を通しで、輸送する需要は少なく、高谷線の列車はすべて茨折り返しとして、同駅で本線列車との連絡を行い、本線への直通運転は実施されていない。 以上のような事情で、高谷を挟んで2社に分かれた伊原間鍋間の鉄道であったが、両社協に軽便鉄道法に基づく期間 762mm の軽便鉄道であって、車両や地上設備に大差はなく、伊笠鉄道高谷線の開業に合わせて車両の直通運転を行うこととなった。この際、唯一大きく相違していた連結機取付高さが問題となった。 イカ鉄道側は3 4 9ト、mm、ル、両備え軽便鉄道側は5 0 1ト、mm、ルで1 5 2ト、mm、ルもの差があったのである。この差は当時両者が使用していたピンリンク式連結器では相違の吸収が困難であり、直通を行うにあたり、互いの客貨車を連結可能とするには、連結器取り付け高さの差をなくすか、差もなくば、 ピンリンク式連結器で高さの差を許容できる範囲に近づける必要があった。この連結器高さについては、両備え軽便鉄道の値が採用され、伊笠鉄道では、高谷線開業までに在籍前車両の連結器を改造して高さを両備え軽便鉄道と同じ5 0 1ト、mm、ルに揃える工事を実施し、以後の新造車についても高さ5 0 1ト、mm、ルで設計している。 こうして、両備え京弁鉄道を改め両備え鉄道によるい、傘鉄道高屋線への車両乗り入れによって事実上一体の路線として運行されていた当線であるが、1933年になって両備え鉄道が鉄道省に買収されることとなり、事態は一変した。この買収にあたって、鉄道省は両備え鉄道線全てを買収せず、 後に、福縁線となる本線の両備え福山神戸、府中長官のみを買収し、高谷線はその対象から外すという措置を取ったのである。ここで、買収対象外となった高谷線は新会社を設立して、民営のまま運行を継続することとなり、同年9月1日付の買収を目前にした8月31日、資本金100万円にて新たに設立された、 神高鉄道株式会社へ、高谷線運行に関わる、地上設備、用地、車両が譲渡された。神高鉄道では、鉄道省福縁南線となった元の本線と、伊笠鉄道高谷線を直通する列車が従来通り、運行されたが、これも1935年12月14日に、福縁南線の 1067mm 線期間への、改め機工事が完成したことで終了となり、 以後は、わずか 7.8km の自社線と 4.0km の伊笠鉄道高谷線を合わせた 11.8km の区間のみで列車を運行することとなった。そのため、経営改善を目指して、福山直通列車の廃止前から不要車両の整理が進められ、旅客輸送は、両村内鉄道から引き継いだ小型ガソリン動車であるで、1K で1レに、 およびその同系者として追加申請したれ3の3両、それに、な19な20と称する、やはり両村内鉄道から引き継いだ2両の木造、ボギー客車で賄われることとなった。輸送、収支実績、編集元々沿線人口が少なく輸送需要が、決して大きいとは言えない地域に、それも当初計画はともかく実際には、本線各の路線に対する、 培養船として建設された短い路線を、それ単独で存続させることには、無理があった。ことに、神高鉄道が独立を果たした時期には、岡山県西部から広島県東部にかけての当線沿線地域にもバす。そのため、旧地に追いやられた神高鉄道首脳陣は、高屋で接続するイカサ鉄道に、自社線及びその関連資産の買い取りを持ちかけた。 だが、乗り入れ相手として、輸送実績をはじめとする、神高鉄道の休場をよく知るい、笠鉄道首脳陣は、神高鉄道側の提示した価格の半額での買い取りを主張して折り合わず、同社への路線売却を断念した、神高鉄道首脳陣は1937年12月9日、会社の解散と路線の廃止を、鉄道省に対して申請するに至った。この申請は、 茨城町や高谷町といった沿線自治体のみならず岡山県庁にまで大きな衝撃を与えた。茨城高屋の両町と両町の産品の消費地であった福山市を結ぶ最大経路として機能していた路線が高谷止まりとなると従来当たり線を使用していた繊維産業をはじめとする沿線の工場などに対する影響が非常に大きかったためである。 そこで危機感を覚えた沿線自治体の市長、商工会議所の幹部、そして岡山県知事などが両社の説得に当たった。だが、こうした説得は極端に乖離した両社の希望売買価格差を埋めるに至らず、実におよそ2年にわたって事態が紛糾したまま、膠着し、ついには岡山県知事の要請で鉄道免許を統括する。 鉄道省監督局が仲介に乗り出す事態となった。この鉄道省監督局による仲裁の結果、両者の主張額の中間値に近い7万1500円での譲渡として交渉がまとまった。各して、神高鉄道線は1940年1月1日をもって、伊加佐鉄道に条とされ、既存の高屋線と合わせて、茨、 神戸間十一点八キロメートルをカン線と解消することとなった。カン線となって、以降の当線は、九百六十年代に、モータリゼーションが到来するまで、特に大きな変化もないままに運行が続けられた。両祖内鉄道、カン鉄道由来のレ一レ三時十四時十六伊カサ鉄道が、自社発注した大型ボギー車のホジ七ホジ九小型ボギー車のホジ十二それに、 本線で余剰となった時5時6をはじめとする、単単式機動車といった小型機動車が単行で、あるいは一両ないしは二両の客車を牽引し、客車の牽引時には、茨、神戸の両ターミナルで着回しを行う、という旧体依然とした運行形態が、神高鉄道の合併後、約四半世紀にわたって続けられた。だが、モータリゼーションの進展に伴う、 乗客数減少の影響に加え、鉄道建設公団が、総社茨館鍋間を結ぶ国鉄機微線の延長線としての茨線建設を開始したことから、当線は、より高規格な鉄道である茨線に線路用地を譲る形で、路線廃止と自社路線バスへの転換が実施されることとなった。このため、1964年10月7日にやはり、茨線と路線が重複する。 やか線と合わせて、路線廃止申請が提出され、1967年4月1日に、路線廃止が実施された。なお、この廃止の際には、前日に当たる1967年3月31日に、茨城駅で、閉業式が行われ、9時40分。ほぼ全線を西国街道と並走し、茨高谷間では小高い山の北草を回るように、して、 そして高谷神鍋館では、高谷阿川と西国街道に挟まれるようにして付設されていた。茨と神鍋で大きくカーブしている以外はほぼ1、直線に近く最大勾配15.2パーミルで、茨から神戸に向かって、下り勾配が連続する平坦な線形であった。河川の少ない地域であることから、橋梁は神戸を出て、すぐのところにあった高谷川橋梁と、高谷。 下出部間のやはり、高谷川を渡る橋梁を除くと、農業用水を渡る小規模なものが仮設されている程度であった。また、トンネルは存在しなかった。地上は1 4グラム毎メートルのものが採用されている。なお、神戸を出て高谷川を渡る付近までは、国鉄復縁線と並行していた。茨海デブ下出部高屋両備金港、五両両疎内国分自由の、 カンベレキ施設にも記した通り、茨城は、笠岡からの本線と、同方向に並走して到着するスイッチバック式の配線となっており、列車は、機関車の付け替え、方向転換、あるいは乗務員の移動を行わねば直通できなかった。途中の交換可能駅は、両備え京弁鉄道高屋線開業時に、ターミナルであった高谷のみで、 それ以外は一面一線の停留所同然の簡素な施設であった。高谷は高谷線開業時に設置された東端式プラットフォームに面二線と間に、木回り線を配した対向式プラットフォームに面三線を組み合わせた大規模な校内配線を備えていた。また、福縁線改め期後の神鍋では国鉄神鍋駅の北隅を曲がりする形で小さな 待合室のついた短いプラットフォーム一面一線を設置し、起動車が木造客車を牽引していたことから、ひまわり線が最後まで残されていた。車庫は、茨に2線の小規模なものが用意されていた。両備え京弁鉄道高野線の開業当初は、本線と完全に共通運用が実施され、イカサ鉄道高野線開業に伴う直通乗り入れの開始時にも、 当時在籍していた、客家車前車のほか、ナンバーズ1.25.6から8の6両の蒸気、機関車について、乗り入れの認可を得ている。その後、1927年6月の、両宗内福山府中長官殿下で本線と、機関車運用が分離され、最終的には、また、その一方で1931年には当線の、 フリークエントサービスの改善を機として、イカサ鉄道などで大きな成功を収めていた小型機動車の導入が図られた。もっとも、イカサ鉄道が1927年7月から先行導入し大きな威力を発揮していた一端にのみ、運転台がついていて、終着駅で方向転換が必要な単単式機動車ではなく、車体の両端に運転台のついた当時、 最新設計の両運転台式、ガソリンカーが2両、名古屋、本線の国有化に伴う、両備内鉄道から、神高鉄道への車両や、路線付帯設備などの譲渡は、このように分離後を見据えて、車両の置き換えが急速に進む中で実施された。神高鉄道の分離独立後は、上述の通り両備内鉄道から継承した機関車の、うちで最後まで残っていた。 ナンバーズ6から8が福山への福縁線直通運用の廃止などで不要となって売却され、一方でレ1レ2の増備車として、純道系のレ3を新造するという、路線規模や輸送需要に見合った車両構成への転換の徹底が図られている。一方、伊笠鉄道高谷線の開業にあたっては、機関車、第5号型として、機関車、 第4号計6の増備車となる12トン QC 型タンク機である7をオーレンシュタイン運とコッペル車から購入して運用の増加に対応し、さらに1936年には神高鉄道から乗り入れてくるレイチレさんに交応する形で高谷戦線専用の両運転台式小型ガソリンカーとして、それらよりもやや大型の8.5メートル級に軸ボギー車であるホジ12を 日本車両製造本店で申請している。なお、前述したように、イカサ鉄道本線でフリークエントサービス実現で競合するバスを圧倒した単単式機動車群の一部も戦前から当線に入線、運用されている。神高鉄道線のイカサ鉄道への譲渡後は、こちらも上述したように、神高鉄道以来の自14自16や保持12が、 長らく主力車として運用されたが、戦後は本線上の保持1、保持3、保持101、保持102の申請投入で余剰となった保持7、保持9が投入され、自重4、自重6、保持十2の4両についても1949年から1952年にかけて機関をディーゼルエンジンへ換装している。茨鉄道、湯野駅前に現存する神戸専用橋梁。 神高鉄道からの路線譲り受け後は、本線列車の茨着発と、国鉄福縁線列車の神戸着発に合わせる形で、ダイヤが編成され、1日13往復から15往復、所要時間は28分から29分程度で、終始した。運行間隔は、おおむね40分から50分程度であったが、昼間の換算時間帯には、最大1時間半間隔と、 実質一運用を飛ばす形でダイヤが設定されていた。なお、当選の沿線には高谷が最寄り駅となる日の尻嫁いらず、観音が大江村に所在した。そのため、春秋の悲願の中日に行われる日の尻り参りの大祭の際には、当選は同観音を参詣する人々で大混雑し、通常は混雑時でも起動者一両が客車一両を牽引のところ、 さらに一両を増結し二両の客車を牽引して三両編成で運行された。路線廃止後、保持12と無害貨車の組み合わせにより、機場の撤去作業が実施された。用地は、茨駅周辺を除く大半が茨城。ただし、茨鉄道、湯野駅前に残る、コンクリート駄を用いた橋梁など、直接、茨線建設に影響しない施設は一部が、減損している。 ありがとうございます。